っていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、そんな感じです。ありがとうございます。やばいやばいな、これやろう。セロさん1対1。あ、そうだ、1対1やんなきゃ。で俺がめあの命令がいい。ああ、じゃあ自動対 TF やるか。うん、俺の TF がな、そんなうまくないんだよな。ちょっといつもの、普通いつものあれにするわ。変な、1v1 用にしないで。アルティメットハンターだよ、ゼド。え？これ、なんだっけ俺、何取ってたっけ？え？ゼドは、思考と追い火だね、普通は。俺多分いつもこっちだわ、強まるだわ。ほんと？うん。弱いよ、それ。強まるよくないの？ゼド。いらん、いらん、いらん。これどれぐらいまでやろう、レベル適当でいいか。6まで行く必要ないんじゃない？どうなの？いやでも7ぐらいまで行っていいかも。わかんない。この宇宙に示すのだ。これでいいよ。くらっていいの、それ。それ消える、消える、途中で消える。俺今消えたじゃん。やばあ。いけ。これよくない。でも経験値吸えないもんな。ああ、なるほど。まあ、レベル3からずだわ。これでレイスワード今。ああ、なるほど。これで上側見えるね。うわー、それなんだよなー、倒した。いや、これでもゼド相手にあんま危ないからロームしたいけどな、本来は。へえ。あ、もうガンプッシュなんだ。うん、あー取れねえ。リコールいつするの、それ。この後かな。これで、やべえ、場所見せた。正直もうちょっとチェス取れたな、俺。だいぶ落としてる。これでうん、でもこれ5のタイミングだもんな。5だもんな。そうだね。俺これちょっともうちょっといいリコールタイミングあったな。まあまあ、でも序盤の
押し方はこんな感じだね。あんなガンプなんだな。もしカニで戦ったら絶対寄れるから TF が。うん、確かに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 ね。あ、うん、これももう一回ロムだよ。で、これローム？うん、もうこれフリーウルトだね、一回ボットかトップか格殺だね、ほぼ。連で1対1でやってるからあれなんだけど、多分めっちゃ動かれてんだよな、これ。まあそうだね、3回ぐらい動けるね。あ、これもフリーロームだね。やば。確かにそうか、そう、めっちゃプッシュ早いな、適してて見ると。もうそうそう、こうやってやるもの、TF は本来押すのが目的だから、Q2 回打つのが勝利条件。でも正直ダブル1回打って終わりだしね。やば、勝てないね、プッシュ全然。ああ、これでこんな感じ。これも好きなタイミングでリコールできるし、ローもできる。逆やろ。まあ、オッケーオッケー。こんな感じだね。こう、これがやってほしいレーニングなんだよね、メリアイって。大体できる。明かりもできるし、ガリオもできるし。うん、いやー、すげー動かれるのを感じた、今対面してて。絶対にめっちゃ動いてる。ああ、そうなんよね。これを、やるのが TF だから。次俺 TF する。オッケーオッケー。対面なんでもいい。一番対面するやつ誰？ヨネとか。何がいいかな。言うてアカリも対面する。めっちゃ。カタリナアカリ。アカリでいいや、じゃあ。オッケー。アカリやるわ俺。アカリもアカリじゃねえや。エコーもやられてるな俺。エコーもまあ殴れば勝てるね。いやー、こんな機会ないぞー、ボコすぞさっきと同じ感じでいいよ、俺がやったみたいに。オッケーオッケー。でも明かりは、あー、追い越せるか。いや、明かりは怪しいな。ちょ、明かり追い越せないかも。普通は追い越せる時もあるけど、うん、キュー避けないとダメだよ、明かりの。あー、ステップでね。うん、了解。あ、ミスた。いいだろう。輝く金。今日はついてる。よし。すべてはカード次第。これウェーブどうなんだろう。大きめなのかな。ここであれか。ワードだね。うん、やべ。ぐわー！
こんな一気に。しかもポーション使ってねえセロさん。そうだよ、だドラッシュとあれ息継ぎだからヘルスは低く保したいからね。ポーションは残す。おいマジかよ。低く保したいってなんだ。いや正直ね、俺かなりミスてる赤にこれ。CS のタイミング。今のレーンはどうだった？ん？もっと殴れるね。もうポーション飲まなきゃいけないと思うぐらいのことをしないとダメだね。これ単純にあれ、まあ、この死んだとこじゃなくて、あのなんだろう、トレードのペースが足りてない。この俺がポーション飲んで、ヘルスないですってなる状況にレベル5ぐらいでなってないとダメ。あ、足りてねえんだ。じゃないと、うん、まあ、もう6になった瞬間にもう格殺だね。いやー、俺今のうまくいってると思ったんだけどな。わ、なんとなく分かった。 TF でやんないといけないことが。うん、ありがとうございました。はい。まあ、だいぶ多いけどね。ちょっと一発目今日多いな。簡単なとこからやっていこう。一歩ずつちょっとやっていくわ。多分次なんかやってくれる時があるんだとしたら、あれだよ、多分全然違うと思う。ああ、いいね。次そうだね。アイスランドから帰ってくるのは5月下旬くらいか。全然1ヶ月以上あるでしょ。あるね。それまでに変えるわ。うん、まあ、それまでにマスターになってんのか。いや、お疲れ様でした。ありがとう、セロさん。はい、頑張ります。はい、頑張って、忘れないように。あ、忘れないね。はい、覚えたことを。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、さよなら。